老板最近是涨得很夸张吗？野菜の価格は少なくとも去年同期の1倍以上になった。寒波の襲来により、熱々の鍋料理が人気となっています。お鍋に欠かせないキャベツなどの野菜の需要が高まるにつれて、野菜の価格高騰が続いています。無論是姜母鸭或者是羊肉炉、甚至我们的泰式火锅、どんな鍋であろうと一番使っている野菜はキャベツだから、需要が増えると値段も高くなる。花蓮にある野菜と果物の卸売市場を見てみますと、多くの野菜が上昇しています。キャベツの値段は台湾元 32.4 元、去年同期の 8.7 元の 3.7 倍となりました。同じお鍋によく使われる春菊は去年同期の 5.33 倍に上がり 107.1 元、白菜は去年に 16.7 元でしたが今年は 24.7 元になり 47% 高くなりました。普段は1日50トンの野菜を入荷しているが天気の影響で8トンから10トン減少した。一玉およそ台湾元200元かかるキャベツについて消費者は高いけど野菜がないときは買うしかないと話しました。行政院農業委員会農業省によりますと、15日以降はさらにキャベツが収穫されますので、卸売価格が徐々に回復する予想です。